皆さんこんにちは、こんばんは。女装研究家のタイガでーす。はい、本日もメイクをしていくんですけども、もうメイクは今回ね、すっ飛ばして、もう完成形で、もうパパッとやっていきます。本日ね、皆様に見てもらいたいっていうのが、このメイクではなく、ウィッグなんです。それがこちら、バン！うん、まあ、長いことね、女装とかされてる方にとっては、プリシラっていう名前っていうのはね、ほぼご存知かと思います。はい、僕もね、すごい使ってました。うん。だけど、ここ最近っていうのは、大体もうネットで安いところ、安いウィッグをね、Amazon で買うとか、そういうことばっかりしてたんですよ。うん。で、まあ、全然 Amazon でももちろんいいんですよ。ね。僕の、ウィッグとか見てもらったり、今までのやつ。わかる通り、悪くないね。悪くないんですけど、やっぱりね、安いがゆえに欠点もあるわけですよ。はい。というのがですね、まあ、これ僕個人的な感想なので、全然、なんていうのか、別に批判するわけじゃないんですけど、長持ちしないんですよね、シンプルに。うん。僕、たびたび言うてると思うんですけど、ウィッグカットせなあかんとか、どんどん短していかなあかん、チリチリなりやすいんですよ。はい。で、アイロンで耐熱性が優れてるっていうのを歌ってるのもあるんですけど、ウィッグをアイロンかけると、やっぱそこでチリチリになるんですよね。安いウィッグは。まずそのウィッグをね、安いところ買いました。で、被ります。必ず新品のやつって僕、ウィッグカットしてると思うんですよ。前髪とか。まあ、それも、もしかしたら、プリシラさんはしなくていいかもしれないし、まあ、その辺も踏まえてね、まあ、皆様に見てもらいたいなと思ってます。はい。まあ、多少ね、少しお金をかければ、こういうウィッグも使えますよっていう、ことも踏まえて皆様にお伝えできればなと思います。では、メイクを始めていくんですけど、メイクはもうすっ飛ばして、もう早速完成形に持ち込みたいと思います。では、行きましょう。はい、無事にメイクが完成しましたー。いや、めちゃめちゃ可愛いっすね、このメイク。やばい。えぐい、やばい。ごめんなさい。その前に、加工は、ちょっとやってます。すいません。そこはもう申し訳ない。うん。だけど、これを最大限活かすには、やっぱりね、無加工じゃちょっとね、僕は男性ですから、骨格とかもね、男なんで、やっぱり活かすことはできなかったので、多少やっぱ加工させてもらいました。本当に可愛い、このウィッグは。うん。ウィッグにね、あんまりお金かけれないとかね。さあ、僕みたいな人もいっぱいいると思いますよ。うん。だから別にね、1000円、2000円、3000円ぐらいのね、ウィッグを買うのも全然よ、悪くない。うん。悪くないねんけど、やっぱ有名なブランドとかでね、買うと、こうなるっていうことなんですよ。これウィッグカットまだしてないんですけど、しなくてもいいよねっていう、ほんまにレベルです。整形のテープとか、うん、そういうのも、駆使して、もうとにかく可愛さをアピールできるように、もうがっつりちゃんとメイクも施しました。まあ、今回もね、見てもらったら分かる通り、メイクだけじゃダメと。ウィッグもこだわらないといけないっていうことが、まあ、改めて僕も実感しました。今回のを通して。お前なんか案件動画もらったんちゃうかとか言われるかもしれないとか、もらってないですからね。高いものがいいっていう感覚は僕にはないんですけど、でもね、これはウィッグだけは多少お金をかけてもいいものにしたいってめっちゃ思った。うん。なので、それが伝わってほしいなと思います。はい。なので、今後こういうのね、参考にしてもらえたらなと思いますので、またこんな感じでいろんな動画アップしてまいりますので、またよかったら見てください。はい。てな感じで、今日は終わります。ではまた皆さん、バイバーイ。めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。もう自撮り祭りや、今日は。ね。バイバイ。